どうもこんにちは、岩下スティーブンです。突然ですがモノマネ、豊臣秀吉やるじゃん。こんばんは、豊臣秀吉です。似てたんじゃないかな。というわけで今回はこちら、ドン、マスタービースビーストウォーズ超生命体トランスフォーマージータスの紹介です。まあ、さっきしたモノマネ、厳密に言うとこのビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーの後のビーストウォーズメタルスっていうね作品の最終回で、まあいろいろとね決め手となったこのチータスのモノマネなんですけどね。こちらにちょっと前に紹介したあの同じくトランスフォーマーのマスターピースシリーズ32弾だったかなのビーストコンボイ、あのゴリラのコンボイの同じシリーズのですね、あの車じゃなくて動物がロボットに変身、ロボットが動物に変身するようなやつ。まあ今風に言うと走るのが得意なフレンズですね。でこれがビーストモードでロボットモードで、ではいこちら箱の裏です。チータスの有名なセリフ、撃つべし撃つべし。からチータスは主人公たちが所属するあのサイバトロンっていうねチームの最年少の戦士なんですよ。地上ではねトップクラスの速さを誇るっていう戦士です。オープニングではなんかチーターで走った状態からのこのビーストモードに変身っていうのが結構印象的でしたね。早速ね箱を開けてみましょう。マスターピースでのビーストウォーズシリーズではこれが2体目になるんですかね。今後はどうなんだろうね、情報がいまいち入ってきてないけど、サイバトロン戦士は全員出るのか、それとも恐竜のねメガトロンが出るのか。さあ行きます、せーよい。わあすごい、もう結構なんか僕が思ったよりでかい。まず本体より先にこちら説明書、はいカードが入ってますね。前に紹介したコンボイはここのスペックがオール10だったんですけど、さすがにねチータスはいろいろと割り振られてますね。ちゃんとていうかコンボイがどんだけ強いんだっていう話ですよ。でこちら説明書の方、前回同様表の方はねカラー写真ですね。テレビ CM みたいな背景が、なんだろう、自然風景みたいなジオラマの感じで、裏の変形手順はもう完全に白黒ですね。はい、じゃあちょっと箱からよいしょっと、付属品が出た。今回は主に顔の差し替えパーツが多いですね。まずビーストモードのチーターの顔の方、うわ何これすごっ。これにチーター叫び顔なんですけど、すごいね険しい顔もさることながら、ここにねちゃんとほらヒゲがついてるんですよね。ちゃんとこういうヒゲまでついてるってあたりこだわりを感じますね。でチーター特有のこのなんだろう、斑点模様なんかもしっかりしっかりね塗装というか、なんだろう、確かなんか 3D 塗装だったかな。まあ結構ねくっきりいい感じの塗装です。で目も普通の動物と違って白目の部分がロボットらしい緑色になってますね。もう牙の生え方も本当にチーターそのものです。でちなみにこの顎の部分は動くんですよね、ちゃんと稼働するようになってます。でもう一個なんだろう、これは叫び顔っていうよりうえーって感じのあの驚き顔ですよね。こっちの目線の方によっぽどのなんかがあったんでしょうね。こっちの方も口は動きます。であとこれはロボットモードのフェイスパーツ2つついてるんですよね。とね説明書見た感じだとこっちが微笑みでこっちが驚きらしいです。はい、じゃあいよいよこちら本体見ていきましょう。よいしょ、わお、やっぱりなんかでかいな。はい、こちらです、チータス、まさにチーターそのものですよね。全体が黄色で、でさっき顔にもあったような斑点模様が全身にポツポツとありますね。うわすごい、ちゃんと尻尾もある、稼働する、うわーこれいいな。こっちの顔は通常顔ですね。もちろんこっちも口が開閉します。さっきの表情パーツと違って割と落ち着きもあるし、なんか牙の感じも全然大人しめですよね。こっちの驚き顔の方なんてかなり牙鋭いですよ。ほら見るとなんとなく差がわかりますよね。ビーストモード時の稼働は前足はもう肩の方2箇所なんか動く感じですね。上下持ち上がるような感じの関節になってます。肘から下の部分もしっかり動きますね。で前足も上下に動くと、ちょっとここも回り、おおいいな、肉球がちゃんとありますね、かわいいな。これ胴体部分もちょっとだけ動きますね。でもこれは完全に変形する上での動きな感じがします。で後ろ足もさっき同様にこの部分が動くのと、あと普通に前後動く感じで、膝の方も本来無理な感じまで曲がっちゃいます。で足首こちらも上下で横には回らない、ロールしない。で足のつま先もこちらは上下のみで、さっきちょっと動かしたんですけど尻尾の方もね、こことここ2箇所が動く感じですね。まあ、角はこんなところですね。ちょっと表情パーツ変えてみようか。はい、怒りの表情、はいもう完全に威嚇、もうかなり激横プンプン丸、懐かしいな。でこちらがびっくりした時の顔、この表情が僕一番好きですね。で首の方はぐるっと、あ取れた、
もう単純にこういう回転しかないですね。こういう回転しかないですね。チータスの顔ね、これね回転するしかないって言ったんですけど、実はねこれ首の部分をこれ引っ張るとボーン、もう一回やるよ、もう一回やるよ。力加減がねこう、はい、これこうすることによってなんと、はい、上下ちょっと向く、横、はい、もう割と横向く、はい、もうこっちも左右両方、もういろんな方見れちゃうんですよ。こんな風にね、横のとあと縦のっていうね、この動きのパーツが出てくるんですよ。だから普段はなんかこれがねガチッとほら押し込まれて、これ首が完全に固定になってるんですけど、引き出すとなんか動かせるっていう感じらしいんですよね。そして外したついでにこのチータスのヘッドパーツ、目がずっとこっち見てるんですけど、なんとこれ目線の方向を変えられるんですよね。これあの他のヘッドパーツ、差し替えパーツあるんですけど、こっちの驚き顔が左側を見てて、こっちの怒り顔が右側を見てるんですよね。これね後ろを見ると分かるんですけど、ほらここにね爪引っ掛けられるところがあって、これをよしと外すと、はい、ほら目玉だけのやつになるんですよね。だからこれ同様にこっちにもついてるんで、よ、はい、外すともう完全にほら向こうが真っ黒になっちゃうんだけど、これを入れると、はい、ほらさっきまで別方向見てたのがちゃんとこっちまっすぐ見てるような感じになるんですよ。ほら微妙にね向いてる方向が違うんですよね。だからこれによってこの目線というかね表情のアクセントがつけられるわけです。ほら完全にこっち向いてる。で目線入れ替えの首引き出しの向かせれば、さっきと比べて顔と目線で完全に向こう向いてる感が出せるんですよね。いやもう本当ね説明書を読むの大事だなって思いました。はい、それじゃあねいよいよやっていきましょう。このビーストモードからロボットモードへの変身を、それではいきます。チータス変身。ここまず尻尾のね部分のパーツが取れるらしいんですよね。あ、こうか、案外簡単に取れるね。はい、外して、であとこれ下のお腹の部分、ここですね、ここもね取れるって一部で噂されてるんですけど、あれ取れないぞ。あ、やっとわかった、もうしばらく去ってやっとわかった。ここのところがなんか後で多分武器になるんだろうな、持ち上がるんですけど、ここちょうどね爪が引っかかるんで、前の方に押し出す感じでやるとなんかほら取れやすいです。内臓じゃん。これ昔出たねチータスのおもちゃの方もこうやってあのお腹の下が外れてなんか武器になったんです。あの時はね確か水鉄砲になったんだよね。あの水をチューって注入してピピピヨってやって出たんですけど、その時もなんとなく内臓っぽいような造形されてたのは覚えてるんですけど、ここまでねピンクに塗られて生々しい感じではなかったです。さすがマスターピース。でお腹と背中が完全に引っぺがされたチータスを、まず下半身の方からまず後ろ足のこの辺に可動があるんで、はい、と完全に後ろにパタンと起き上がらせたら、ここにジョイントがあるんでほいっと外しちゃって、そしたらここが軸になってるんでくるっと回して、こことここがジョイントになってるんでパチッとくっつけます。そしたらこっちね足を、もうちょっとなんかロボットモードの青い部分が見えてるね。ここを伸ばして、で伸ばして、反対側も同じように伸ばして伸ばしてと、はい、もうまっすぐにねピーンとさせます。まっすぐ伸ばしたらここのところにちょっと下から出てるよね、ここの部分を押すと上の方にひょっこり出てくるんで、ここはね膝あまになるんで上の方にカチッと、逆の方も同様にカチッと、そしたら次こっちのつま先部分を完全に、はい、と上の方に、もう上のね上がる限界まで上げちゃったら、ここのところに隙間ができるんで、そのままスポッと収まっちゃいます。でお次に、おお、なんだ色が微妙に違うんだね。メタリック塗装っぽいところが、これがねかかとになるらしいです。ここのところをひょいっと引き出して、この部分が足になるんで、ここ持ち上げて、このちょうどくるぶしあたりのところにジョイントさせます。カチッと、つま先もカチッと、逆もひょいひょいカチッ、はい。でスネの部分、これちょっとトゲがついてるところが蓋になってるんで閉じる、開けたら閉める、はい、これで完全に自立仕様になりました。次は腰の部分、ここのところを、なんだろう、前だれっていうらしいです。前だれっていうんだ、うお顔が出てきた。ここの部分をこっちね、腰の後ろの方まで動くんで、ここでカチッと止めて、で完全にパタッと閉じちゃいます。これで本格的に下半身は完成ですね。
次上半身いきましょう。上半身まず最初はこの背中の部分が首のあたりからよっ、はい、ジョイント外して、うわすごい、完全に背中を開きます。あー、そしたらここに頭が入ってるね。こっちのチーターの頭を倒して引き起こします。で首をここに、取れた。これは後でやるやつだよ。気を取り直して首をカチャッと起こします。そしたら、ね、ここ首のここの部分も軸になってね、くるっと、うわこっち見てるこっち見てるこっち見てる、回して、でとりあえずこっちはこのままほっときます。と次はこちら前足の部分が、ここが動くようになってるんで、ほいっと倒します。逆側も同じように、はいっと倒して、足のここに穴が開いてるのと、あとここにねダボがあるんで、ここがジョイントできるようになってるんで、うまいこと合わせてここにすっぽりと、はいガッチャン。これね、前足をこれ倒すときにここにねジョイントがあるんですよ。見えにくいけど、ここにもほらジョイントの受けがあるんで、なんか説明書には書いてなかったんだけど、多分ここにカチッと合わせればやりやすいんじゃないかな。ね、ここに合わせてカチッと、ほらそうすればちょうど腕のところがねクロスできるんですよ。なるほど、こうやるんだ、後で知った。そしたらこちらにくるっと戻ってきて、さっきひっぺがした背中を今度は真っ二つに割ります。これを開いて開いて、ここの肩の部分を外側にやるために、こうこうですね、うん、語彙力が欲しい。こっちのネジ穴じゃない方が前に向くようにうまいこと合わせて、はいと引き出します。そしたらここのさっき背中だった腕の部分がよ、下の方に、うかった、ずらします。はい、カチッと同じように、ほいっとほいっと、ここ硬いな。はい、カチッとできた。そしたら手首を良きところまで回転、こんなんでいいのかな。はい、そしたら腕をまっすぐダランと下げて、そしたらここ肩の部分がジョイントになってるんで、こうカチッと合わせます。逆も同じようにカチッと合わせます。もうちょっとで完成かな。そしたらこれチータスの頭の部分をこう倒して、カチッと倒して、ちょっと上げる、でうまいことねここに収めるんですよ。この時ねヒゲがねなんか軟質になってるおかげで、うまいこと収まるらしいです。はい、ああ入ったね、収まりましたね多分。で首を収めたら、これ横のここの部分を、説明が難しい、こういう風に動かす、こうで、うまいことこうカチッと合わせるわけですよ。一応これ胸の顔は別パーツになってるけど、一応ここのチータスの元のビーストモードの顔は位置的にはここに来てるっちゃ来てるんですね。まあでもあくまで見栄えを良くするためのここのパーツってことなんでしょうね。でもよく見ると目の色が全然違うね。はい、じゃあ改めてカチッとはめて、そしたら最後にここの青いパーツを倒して、うまいことねここのチータスの見えるかな首のところにジョイントできるんで、カチッとはめれば、はい完成です。チータスビーストモードの時は完全に黄色と黒だったんですけど、ロボットモードになるとだいぶメタリック部分のこのブルーとゴールデンカラーみたいなのが結構目立ちますね。いいアクセントになってると思います、色合い的に。いやーいいっすね。細かいんですが、ここのなんだろう、 ブースターみたいなもんかな、この後ろのところにもちゃんと斑点模様がねプリントされてるんですよ。でさっきからちょっと気になってたこっちのロボットモードでのチータスのフェイス、微妙にここにちゃんとヒゲっぽいもんもあるんですよね、名残が残ってる。でロボットモードの顔パーツ、さっきちょっとハプニングで取れちゃったんですけど、ここの部分をホイッと外して持ち上げると、はい完全に外れちゃいますね。で表情変えるときはまた上から入れてかぶせると。でこれ頭の後ろの部分が微妙に透明になってるんですけど、光を後ろから当てると目が光るみたいな感じになるらしいです。こういうことだね。うわすごいな、目とあと口の部分も光ってるんだね、これはかっこいいな。はい、でもう一個のパーツに変えてみたんですけど、今つけてる方は一応微笑みパーツらしいです。ピカーッと、うわいいなこれ。で各部可動ですけど、まあ頭は横に回るのと、上下ほんのちょっとだけ動きますね。上向く分には変形する時のあれで、上を向くというより首が開くって感じなんですよね。でもこうやって真上見る分には見た目的には申し分ないですからね。で肩部分は、はい、もう真上にね上がります。特にアーマーみたいなのもないんで干渉しないですね。前の方にも普
通に上がりますし、若干この肩の開き具合なんかも表現できます。で、腕の部分は、まあ、申し分ない可動ですね。手首の方は、まあ、ここが回転するのと、あとここの軸のおかげでちょっと傾けることができます。で、指は親指以外が全部こうやって開くんで、まだ紹介してないんですけど、武器の方を持たせることができます。腰の部分は横にロールするくらいですね。で、下半身足の方は、まあ、普通に前にも行くし、もう横にもかなり体柔らかく開きます。膝の方は、微妙にここの前足部分がちょっと干渉しますね。90度ぐらいが限界かな、これ。まあ、でもこれももが上がってる状態だったらこんぐらい曲がります。90度以上は曲がりますね、確実に。で、足首は横の回転とかはなしで、上下もこれは完全に変形する時の動きですからね。かかともまあ変形の動きなんで、足はね、つま先がこうやって90度ぐらいまで動くぐらいですかね。で、さっき変身前に外したこちらの内臓と、この尻尾の部分なんですけど、これもね、ちゃんと武器になります。まずこちら内臓の方が、レーザーショットへここの隙間に爪を入れてカバッと開くと銃口が出てくるんで、倒して、で、また蓋をかぶせると。で、ここの下の青い部分を引き起こせば、で、これでレーザーショット A ですね。説明した通りだと、手に持たせるときはここの腕のアーマーパーツをちょっとずらしてから手を広げて、ここのところが多分ジョイントになるんで、こと合わせて手を戻せば、はい、これで手に持たせることができます。で、お次はこちら尻尾部分。こっちはね、レーザーショット B。 まず尻尾はもう伸ばしてね、まっすぐに伸ばして、で、横のこれを後ろに倒す、まあ、とりあえず倒す。で、こことここ、こことここにジョイントがあるんで、くるっと回して倒してはめ込んで、こっちもはめ込むと。で、これ後ろのところをくるっと、ここにもジョイントがあるんで、ここら辺までカチッと、逆も同様にカチッと。で、そしたら後ろのここの金色の部分を起こして、で、ここが軸になってるから、くるっと回して持ち上げる。で、ここ後ろの部分を押すと、こうだね、下からグリップが出てくるんでカチッと。で、これ尻尾のこことここが銃口のこの丸いところとグリップの四角いところにうまいことはまるんで、こうね、いい感じにカチッと固定。これでレーザーショット B の完成です。はい、AB 両手に持たせていました。ちなみにね、これ持たせるときに、足動かしてるときに気がついたんですけど、さっきね、ここつま先しか動かないって言ったんですけど、すいません、ちょっと見落としてました。これね、ここの部分がほら、こうやって動くんですよ。この設置に合わせてうまいこと動いてくれるんですよね。これいいね。ちなみにこれ2つの武器は背中にね、装備というか収納させることができるみたいで、この前足の部分をこう起こして、ここ青いところがジョイントになってるんで、ここの上の部分をこうカチッと合わせて足を畳めば、こんな風にちょっと足が浮くんですけど、武器が収納できます。 A の方は、これ背中の部分に穴があるんで、ここのグリップの部分を入れるんですよ。この銃口を下に向けつつグッと入れると、はい、レーザーショット A の方も収納できました。なんか背中に内臓を背負ってるみたい。ロボットモード変身前のこのイボン上司のあのコンボイとね、並べてみました。大体ね、大きさ身長は一緒ですね。ちょっとイボンコの方をロボットモードにしてみましょうか。はい、ロボットモードのイボンコンボイです。やっぱこうやって見るとコンボイの方がちょっとでかいですね。頭一つ分ぐらいかな。ちなみにあんまりビーストウォーズ関係ないんですけど、こっちの声優さんが小安武人さんで、こちらが高木渉さんっていうんですけど、お二方ね、まあシリーズは違えど徐々に出てるんですよね。こちらがディオで、こちらが4部の西村奥安なんですよ。はい、というわけで今回はこちらトランスフォーマーマスターピースシリーズの34ビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーよりチータスの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。個人的にはね、チータスこっちの方は今はちょっとどっか行っちゃったんですけど、昔の出たおもちゃの方は持ってたんで思い出深いんですよね。おじいちゃんが買ってくれたんですけどね。なぜかこれのほぼ色違い、造形がほぼ全く一緒なのに、タイガトロンも一緒に買ってきたっていう謎のチョイスだったんですけど、当時の思い出がなんとなく蘇りました。というわけで今回ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。